どうも、ひろはすです。今回のテーマはこちら。ゲーム会社に行って良かったこと、悪かったこと。ということで、僕は専門学校を出て、新卒で出来たてのゲーム会社に入って、そこから転職しながら10年ゲーム会社にいたんですけど、今回の動画では、ゲーム会社に入って良かったこと、ベスト3と、悪かったこと、ワースト3、発表したいと思います。これは僕個人一人だけの感想なので、決してゲーム業界全体がこうだっていうことではないし、辞めてもう8年ぐらい経ってるんで、今はね、全然違うかもしれないんですけど、それでも、まあ、少しはこれからゲーム業界行く人の参考になるかなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、僕はいい知らせと悪い知らせどっちから聞くって聞かれたら悪い方って答えるタイプなので、まずは悪かったことから発表したいと思います。ゲーム会社に入って悪かったこと第3位、親世代から憎まれる。これはですね、今はそうじゃないと思うんですけど、僕がいた当時はまあ40代以上の人ですかね、そういう親世代に職業とか聞かれた時にね、あ、ゲーム作ってるんですって言うとあまりいい顔はされなかったんですよね。もう子供がゲームばっかりして勉強しないんですよ、もうゲームなんかなくなればいいのにとかね、面と向かって言われたりとかねしてたので、もうめんどくさいから職業を聞かれた時に IT 系ですっていう癖がつきましたね。まあ今はね、職業聞かれた時もう堂々とゲームクリエイターです答えるんですけど、続いて悪かったこと第2位、自由すぎる。基本的に服装は自由だし、お菓子食べながらとか音楽聴きながらとかね、それで仕事してても良かったし、普通の会社よりもどっちかっていうとラフな社風の会社が多いんですよね。まあ、それがいいんだっていう人もたくさんいると思うんですけど、僕はもうちょっとまともな会社に入りたかったですね。そのせいで未だに細かいビジネスマナーとかちょっと疎いんですよね。まあ、自分で勉強しろって話なんですけど、いやもうちょっとね、名刺交換とかも未だに、どっちだみたいになるしもうゲーム会社以外への再就職っていうのはもうほぼ不可能なんじゃないかなって思いますね。そして悪かったこと第1位は拘束時間が長い。とにかく残業が多い。休日も不安定でプライベートの予定すごく立てにくいんですよね。だからもうそれが理由でめっちゃ彼女にも振られまくったし、友達もどんどん減っていくっていう、連絡がないから生きてんのかみたいな、あいつ死んだんじゃないかみたいな感じで、ね、死亡説流れるぐらい忙しかったんですよね。でも今は LINE とかでいつでも長電話できるし、深夜とかでもね、オンラインゲームとかその場に集まらなくても遊べるから、もうそんなことはないかもしれないですね。次に良かったことですね。ゲーム会社に入って良かったこと第3位、同僚と趣味が合う。基本ゲーム好きな人ばかりだし、漫画とかアニメとか映画とかサブカル関連の話がね、通じることが多いわけですよ。しかも会社への拘束時間長いから、みんなめっちゃ残業してるんで一緒にいる時間が長いんですよね。だから僕の場合はすぐ仲良くなれたんですよ、同僚たちと。なのでそこはまあ他の業種よりもいいところなのかなって思いますね。次に良かったこと第2位、大規模なゲームが作れる。個人開発だと作れるゲーム限界あるんですけど、もう会社だとちょっと大きいタイトルならもう100人とかね平気で使うので、もし一人で作ったら100年ぐらいかかるようなゲームもね、開発に携わることができるんですよ。でそれが会社の力で世界中で宣伝されてニュースになって、それで遊んだ世界中の人たちの感想が聞けるっていうね、そういうのは個人だとなかなかできないことなので、それが経験できたのは良かったと思いますね。あと有名タイトルに参加できたのも良かったですね。初めてね、マリオのキャラクターモデル触った時はもうすごい感動した記憶がありますね。最後、良かったこと第1位、技術が上がる。ちょっと悪い言い方すると、強制的にやらされるわけですよ。自分が今ギリギリできないことを強制されるっていうことがずっと連続して、それが年単位でずっと繰り返されるので、独学でやるよりはもう圧倒的に技術力上がるんですよね。しかもできることが増えるだけじゃなくて、作業スピードも上がるんですよ。ずっと締め切りにこう追われ続けてるんでね。ちょっとでも早くするためにもうソフトのショートカットとか全部覚えるし、もう手の動きじゃなくてどんどん速くなっていくんですよね。そこは本当に言ってよかったなって思います。ということで、今回はゲーム会社に行って良かったこと悪かったことを紹介しました。参考になったよという方はぜひ高評価よろしくお願いします。もう僕が行った会社全部中小企業だったので、もし大手に行ったっていう方は全然感想変わりそうですね。拘束時間長いのも、もしそれに見合う給料をもらえてたら不満にならないかもしれないし、誰でも知ってるような有名な会社に入ってたら、俺ここで働いてるんだぜって自慢できるだろうし、かなり違ったランキングになりそうですね。もしゲーム会社にいたり、いたことあるっていう方はですね、ぜひこの動画のコメント欄に良かったこと悪かったこと一個ずつでもいいので書いていただけると嬉しいです。これからゲーム業界目指すっていう方にね、すごい参考になると思うので、こんな感じでいつもゲーム開発情報を配信しています。 Twitter、インスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。ではまた。